河村元官房長官、韓国議長案の成立が改善に必要とこれテレ朝が伝えてまして、はい、この人はなんかハニートラップにでも引っかかったんですか ね一体何を握られてるのか分かりませんけども、うん、韓国の国会議長が提案している徴用工問題を解決するための法案の成立が日韓関係の改善に必要だとこの河村さんは言ってるという話なんですね、はい、うん、首脳会談でジーソミアを完全に元に戻すことと日本側のホワイトリストを戻すこと、これについては、ムンヒさん議長の法案をもって韓国側が前に出てこの問題を解決するという方向付けが同時に行われることが必要ではないかと思っている。これ別問題ですからね。政府の立場とも全く違うような話を、うん、河村氏はこのように述べ、韓国が一旦破棄を表明したジーソミアの問題や日本が強化した輸出管理の問題などの解決にはこの法案の成立が必要との認識を示しました。ただこの法案は元徴用工側が寄付ではなく賠償するべきだと反発するなど成立は困難だと見られていますということで、慰安婦問題と全く同じなんですよ。そうそうそう、結局その、うん、なんか支援団体みたいなところは、はい、寄付金とかを基金にして配りますっつっても反発するだけで、はい、何の解決にもなりませんし、はい、というかですね、さっき僕ツイートしたと思うんですけど、うん、このムンヒさんの案というのがですね、はい、ものすごいこう範囲が広いというのを NHK が報じていまして、はい、この韓国国会議長の法案は、うん、旧日本軍の軍人軍属にも対象とするというもう大風呂敷広げすぎな、一体どれだけの金になるのか分かりませんけれども、はい、実現不可能ですよね、うん、もうちゃんと国交を行う気があるのかね、この韓国側っていうのはというのも、まあ、でも日本でもそういうね受け入れしちゃう議員がいるからね。そう、こういうなんかしょうもないその河村さんみたいな人がいるから、日韓議連だっけ、うん、確か日韓議連の会長ですよね。そう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 、だからもう本当に、うん、こういう人は本当落とさないといけない人だよね。でそれこそもうリアリズムのない人ですよね。ないし、うん、もうあのそう、まあまあね、向こうの毒まんじゅうなのか何か食らってるのかっていうのも、いやもう本当にバカなのか、ハニートラップを食らったのか、そこまで言っていいと思うよ本当に、うん、政治家に関してはね、こうバカだと思うよ。いやこれぜひこれアンケートしてみたいですね、うん、しかも官房長官、元官房長官でしょ、うん、だから彼を官房長官にした政権っていうのがあって、うん、で何ちゅうのかな、要は自民党も終わってるっていう感じだよね、うん、自民党終わってますよ、もう本当にいろんな意味で、うん、もうあの政治家やれる人間やってる人間がもう劣悪すぎるよね、うん、そうですね、うん、本当に、うん、いやもう残念ですよ。そう、はい、うん、いやこれちょっとぜひアンケートしたいんですけど、はい、この河村さんは、うん、あの本気でバカなのかハニートラップに引っかかったのか、はい、どっちかですね、はい、ハニートラップ、まあ金をもらったとか、はい、もっとこれどう見ているか、だって普通に考えたらおかしいじゃないですか、うん、あんな向こうの案を飲むのが日韓友好のためにつながるって、慰安婦基金で失敗してるのに、うん、それでもやり続けるのか、うん、金か女か両方か、韓国から得られるものってあるのかな、うん、金、カニトラ、バカ、あと何がありますか、それだけじゃないですか、それだけですか、うん、もう本当に、いやもしくは河村さんはまともだですね。ああ、まともね、うん、河村さんはまともだ実は我々が間違ってて彼がまともだっていう、はい、あそうね、はい、そうそうそう、その可能性もありますからね。そう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 、はい、僕らは、ね、今まで散々韓国に裏切られてきましたけど、はいはい、今度こそそれが正しいかもしれないっていう、確かにね、はい、もう本当に、はい、いやこれか、そうね、はいいやなぜここまでして韓国のね、うん、あのあれを肩を持つのか、肩を持つのか、いきますよ、切りますよ、切りますよ、1、2、3、ドン、バカだそれ、バカが多いですね、はい、50.6 と、これまともっていうのはまた一人でしょうね。そうですね、 0.9 ですねでハニトラが 28.8 で金かと、うん、まあ、フレッシュでも金21、ハニトラ39、はい、バカ39、うん、まともゼロという、ゼロ、はい、まともゼロ、ゼロ、はい、相変わらず偏ってますね。偏ってます、はい、ゼロです、ゼロです、こっちは一人もいない、そうそう一人もいない、はい、なんかあの大体、はい、うん、ネットとかでアンケートやると、うん、愉快犯がいっぱいいるんですよ。いっぱいだから今日も、はい、僕ちょっとあのツイートしましたけど、うん、この令和新選組の
信者、うん、いや信者って言ったらダメだな、うん、あのファンのファン、はい、いや違う支持者の方が、はい、拡散希望れいわ新選組の支持率が 0.6% なわけない、 NHK の偏向報道は度が過ぎている、うん、皆さん次期総理大臣にふさわしいと考える人を選んでください、はい、これが本当の民意だってこう、はい、またこれ 大風呂敷を広げて、はい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 、言ってしまったら、うん、であの選択肢が山本太郎と安倍晋三なんですよ、はいはい、安倍晋三圧倒してます、はい、89% 僕が見た段階では、うん、でこの前の段階ではなんか 6% ぐらいだったらしいんですよ山本太郎、はいはい、でもう圧倒的な差で安倍さんが勝ってるって、うんはいはいはい、これが本当の民意だってこう、うん、もういいそれ言っちゃったらダメだよ、ね、いやこの笑いのツボ分かってますよね分かってるこんなこと言ったら、はい、絶対この安倍って入れるに決まってるのにそうそうそういやもう毎回こういうネタを提供してくれるっていうのが自滅、はい、でもツイッターって面白いですよね面白いこういうやっぱ前振りをしてそうそうそう丁寧な前振りですもんね、はいはい、元官房長官っていう、うん、まあまあもちろんこれもう単なる憶測に過ぎないんだけどもそうですねあのっていうかこれちょっとまあ僕らその何政治家だからやっぱ批判の対象だからこういうふうに悪口言われて当然だと思うんだけども、はいうん、あまりにひどいよねあまりにひどい、うん、あまりにひどいよこれはいや本当に韓国、うん、もうどうしたらいいのか、ねまあ、韓国で言うと、はいあの先週もちょっと言ったかもしれませんが、うん、韓国人 YouTuber のウォークさんという方と今日すでにですねウィルのチャンネルに、はいその対談動画、はいまあ、宣伝用動画ですね、はい、もう一本あのアップされてるんですが、はいまあ、明日僕のチャンネルでも、はい、その対談の様子っていうのを、はいはい、アップしますので、はいまあ、それもぜひ見ていただければなと、ね、今後ちょっと呼んで話をね聞いてもいいかもしれないですね、そうあの僕ちょっとあの、はい、頭の中で考えていて、はい、向こうには何のこう問い合わせもしてないんですけど、はい、あの例えばこの生放送とかで、はい、こうウォークさんをこう呼んでですね、はい、あの月刊韓国ニュースっていうのをやろうかなといいじゃないですか、はい、やっぱ韓国のこういうニュースだったと韓国のニュースっていうのは、はい、やっぱ韓国のニュースっていうか、うん、みんな韓国大好きだと思うんですよ、はい、それを知るという意味で月に1回韓国の専門家というか韓国で生まれ育った、はいまあ、ウォークさんを呼んでですね、そうですね、はい、やるというのは割とこう視聴者の関心もあるんじゃないかなと、そうですね、だからやっぱ僕ら韓国のこと知らないことまだいっぱいあるんですよね、はい、知ってるようで知らないこともいっぱいあるし、うん、そして、はい、あの日本で得られる情報は、うん、僕ちょっと半信半疑だったんですよ、うん、あの例えば言葉がひどいとかあるじゃないですか、けなす言葉がひどいとか、はいはいはい、溺れた犬は棒で叩けとか、うんはいはい、これ本当にそんな言葉あるのかなとか、うん、だから韓国の人に聞けばね、そう韓国の人に聞けば、はい、あそうなんだと、うんまあ、ある意味納得、なかなか納得できないとかあるんだよね、室谷さんからも僕はインタビューしたりとかしてて、はい、室谷さんも言ってたんで、はい、いや本当ですかとそうそうそうちょっと信じられないようなそんな言葉あるんですかと、はい、いろいろあるんだけど、いや、うん、そうこれ韓国の人から聞くとまたちょっと違うだろうなと、うん、まああのね、おそんはさんとかも本に書いてるから、はい、嘘じゃないなとか分かるんだけども、うん、やっぱちょっと動画で見るとまたちょっと一つ違うと、そうですね、いうのもありますからね、うんはい、そういうのをまあ知る意味で、そうです、まあ、構想として、はいはい、ちょっと考えておこう、イメージとしてあります、そうですね、はい、はい、佐久長さん、はい、お久しぶりですということですね、有賀さん、最近自民党批判もありますねと、まあ、自民党は正しいとは限りません、私もちょっとあれと思うことはあります、批判していけないという話ではありませんと、日本はあるべき姿に導くために必要な政党党を支持したいところですと、自民が支持すべき党でなくなる可能性は否定できません、新たな受け皿が欲しいところですねと、まあ、そうなんです、ね、自民党もその受け皿という点で言えば壊れた皿だと思うんですよね、うんうん、そうですね、ただ他の皿はもっともう粉砕レベルの壊れた状態なんでないんだよね、うん、だから本当は、自民党を正す政党か、もしくは自民党より、うんまあ、人数少なくても、うん、キラリと光る政党が本当は必要なんですけれども、ね、やっぱもう内部から変えるって無理だと思いますよ、無理ですね、自民党、そう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 、うん、だからいかにその民意を、はい、その支持得られるような集団を作るかっていうのが、うん、もう日本の課題として、そう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 、まともな政党というのを作る必要があるんじゃないかなと、はい、ほら河村議員みたいなのもいるわけじゃない、自民党ってもうそのいろんなやつを入れることによって、うん、全部の支持を取ろうとしていろいろいるわけですよ、はい、闇鍋政党ですよね、闇だから保守の意見を見せるために保守っぽいことを言う人も作っているし、うん、韓国に強いことを言う議員もいるし、うん、韓国に融和する議員もいるし、うん、中国に融和する議員もいるし、
もう全部受け皿にするみたいな、うん、もう闇鍋状態になってるわけですよ ね、 そうですね。実質その野党が役割を果たしてないから、うん、その党内でなんかこうせめぎ合ってるっていう状態が、そう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 、そんな状況になっちゃってるんですよね、うん、だから党で全部で何かこういう考えがある方はそれはないんですよね、うん、本当に残念な、はい、はい